ど NHK 大ホールを行いましたが、 NHK 前は人通りが少なく効果もあまりないので、もうやらないことにしました。その代わり通行人に対して、こちらから安倍政権とマスメディアの癒着を伝えるパレードを企画しました。プラカードはプラカードを持って黙って歩くだけでも十分に意味があると思っています。マスコミは安倍首相の友達、マスコミは安保法の自主規制、マスコミは安保法の自主規制、安倍首相メディア役員おもてなし、安倍首相メディア役員おもてなし。いつもデモ行進がうるさいと思っている方、デモをやるなんて暇人と思っている方も大勢いらっしゃると思います。しかし今日は何かも皆様にお伝えしたいことがあり、やってまいりました。今安倍政権とマスメディアは癒着し、安保報道がきちんとされておりません。安倍首相は1人当たり3万円の高級料理店でマスコミ役員の接待を繰り返し発言しております。マスコミは安倍首相とお友達、マスコミは安倍首相とお友達、マスコミは安保法の自主規制、マスコミは安保NHK 安保法案欠かさない、 NHK 安保報道してないぞ、 NHK 安保報道してないぞ、マスコミは安倍首相とお友達、マスコミは安倍首相とお友達、国民を無関心にさせ、安保法案の実現を狙っております。今日本は大変な状況に置かれています。どうかどうか安倍政権とマスコミの癒着を疑ってください。私たちの払う受信料で成り立っている NHK が安倍政権の支配下です。8月から NHK 前での抗議も数百人規模で数回行われていますが、マスメディアは皆も報じていません。申し上げます。ジャーナリズムの完全な腐敗です。繰り返しになりますが、マスメディアは安保法制の危険性を報じていません。NHK 安倍政権の御用機関、 NHK 安倍政権の御用機関、 NHK モビー会長安倍の犬、NHK 茂木会長安倍の犬、 NHK 国会中継映さない、 NHK 国会中継映さない、 NHK 安保法案流さない、 NHK 安保法案流さない、NHK 反抗報道してないぞ、マスコミは安倍首相とお友達、マスコミは安倍首相とお友達。